はい。今日はこれらの具材を入れるためにダイソーでストックボックスすり210円のこれを収納するために買ってきました。で、これはその前に買ったおの多分ダイソーだと思うんですけど、マルショービーズがたくさんあったんで、これをなんか試しに使うためにこの金色のやつを使ってるんですけど、で、何に使ってるかっていうと、ダイソーで買ってきたリリアンセットのこの編み棒でなんかフレンチリリアン風になんか編んでます。で、これがレースコットン糸でインド産で、これもダイソーで買ってて今試しに作ってるんですけど、で、これについてるそのこのリリアンセット買って、なんか中はもうこれなんですけど、で、これついてるんですけど、ちょっとフレンチリリアン風になんかリリアンで編むと、編みづらい。このなんか棒だと編みづらいんで、で、なんか前に小学生の時に買ったリリアンについてた棒の編み棒で、なんかリリアンをこんな感じになんかビーズを使ってなんか試しに、見えますかね？なんかマルショービーズの、金色のマルショービーズを編み込んでリリアン編んでます。で、これはなんかセリアで売ってたなんか極小、なんだっけ、極細タイプのラメ糸で、3つも買っちゃって無駄になるとあれかもしんないけど、まあなんか、リリアン編みに使えるかなと思って買ってみました。以上、今日のことでした。まあ、収納方法ですね。なんか、収納方法っていうか、まあ、収納してますっていう動画です。はい。